今回ですね、国際郵便の方が、まあ、4月の頭の方から結構発送が止まったりとかして、で、eBay 輸出やってる方もですね、結構やばいっていうか、まあ、僕も結構やばいんですけど、まあ、でもしょうがないっすよね、こうなっちゃったものは。もうしょうがないと思って、もう対処、それはもう対策するしかないんで。対策していきましょうって感じですね。で、さっきの動画で、まあ、例えば、どこだっけ、イタリアとか、スイスとかがですね、ロシアとかが、なんか発送できなくなっちゃってるみたいで、まあ、厳密にはちょっとわかんないんですけど、発送できるかどうかわかんない。まあ、多分発送できないような形になってて、で、もちろんこれ僕は郵便局の人間でもないですし、プロでもないので、そういったことは必ずプロの人に聞いてもらったりとか、日本郵便のホームページの方を必ず見てください。僕はもう郵便局員ではないので、そこは間違いないようにお願いします。でですね、まあ、例えば今だったらアメリカとかイギリス、カナダ、オーストラリアとかであれば、まだ一応発送は可能みたいなんですよ。で、4月1日、今日僕、郵便局の、まあ、仲全然良くないんですけど、おばちゃんと話して、そうしたらこれからも多分じょ、あの発送できない国、どんどん増えていくので、気をつけてくださいってことで、紙もらったんですよ。で、さっきの動画で紙の動画してるんですけど、で、やっぱりロシアとか、まあ、さっき言ったようにイタリアとかっていうのは、もうこれ、発送ができない状態になってますので。まあ多分 eBay で除外した方がいいと思うんです。でもただ eBay で除外する方法わからないっていう方はいらっしゃると思うので、僕がですね、YouTube 動画で解説していきたいと思います。これは出品ページですね。いつものこの出品ページあるじゃないですか。これ出品ページ。なんかドル入れたりとか、クオンティとか、あとペイパルとか。で、作った方がいいかもしれないですね。作らなくていいか。エディットでいいですね。これ、僕が出品している商品の出品ページで、エディットから入りましたね。エディットっていうのは、その編集ページに入りました。で、ここでエディットをですね、エディットをしてもらって、で、まあ、いつものようにこんな感じですね。これはセームコストオールバイヤーズなんで、まあ、バイヤーの人が、まあ、送料持ちますよ。まあ、僕は基本フリーシッピングで払ってるんですけど、で、エコノミーシッピングでアウトサイド USA ですね。11から23ですね。で、まあ、ハンドリングタイムいつも5ぐらいですかね。で、ここはワールドワイドエコノミーインターナショナルシッピング00って形で、まあ、この辺はまあ、独自っていうか、まあ、人それぞれ違うと思うんですよ。送料もらったりとか、ハンドリングタイムがまあ、3の方がいたりとか、まあ、10の方がいたりとかって全然違うと思いますので、まあ、この辺は特に置いといて、で、ここですね。例えば、これですね、これ除外、ここ押すと、こんな感じで除外できる国っていうのを選べるんですよ。で、例えばなんですけど、一個一個除外して、チェックつけていっても、これから多分除外の国っていうのはどんどん増えていきますので、まあ、僕の考えとしては、まあ、とりあえず全部チェック入れてもらって、そうすると全て除外国っていう形になっちゃうんですけど、まあ、例えばこっから、まあ、ヨーロッパだったらイタリアとかもちろん除外ですよね。これ全部チェック入れてるので。例えば、ユナイテッドキングダム、イギリスを外したりとか、あとは、アメリカを外すとか、今、アフリカ、アフリカはそうですね、アジアとかは、そうですね、香港なんかどうなんだろうな、わかんないですね。多分、どんどん増えてくると思うんで。シンガポールも一応今日送ったんですけど、どうなるかわかんないですね。まあ、ブラジルとかまだあるんだ。ああ、そうっすよね。どうなんだろう。フランスとかって、ゲルマニー、ドイツとかはまだ送れるのかな。だからこうやって、これは最新の情報をちゃんと見ながら送れる地域だけチェックを外すっていう方がいいかもしれないですね。
まあ、今一応そのやり方なんですけど、この辺は、そうっすね、あんまいらないか。ニュージーランドとか、あ、食ったことあるな、ニュージーランド。ニュージーランドどうなんすかね。どれだけ増えるかちょっとわかんないんで。まあでも、主要なところっていうか、まあ、さっきの紙見ながらとか、ホームページ、日本郵便のホームページのって、見れば、ちゃんと発送できない国っていうのちゃんと書いてありますので、それを見ながら照らし合わせて、よく売れる国とかだと、まあ、カナダであったりとか、アメリカ、あとオーストラリアとかっていうのはまだ生きてますので、生きてるっていうか、まだ発送できる国には一応なってるみたい。まあ、ただですね、やっぱ遅延とかは絶対に起こると思うんですよ。遅延とかってもう絶対に起こると思うので、もう eBay って停止状態で、要は旅行に行くときとか、eBay って1ヶ月間停止とかはもう普通にできるんですよ。だからまあ、僕ももしかしたら停止するかもしんないですね。まあ、そうすると収入なくなっちゃうんですけど、でもそうは言っても、例えば世の中のまあ、店舗とかラーメン屋さんとかなんか、まあ、サービス業であったりとか、もうそうですね、本当もう、まあ、あと株やってる人とかでも、もう本当大打撃ですし、まあ、僕ももちろん大打撃なんですけど、まあ、ただでもやっぱり外すかもしれないですよね。で、これ、まあ、チェックとか入れてもらって、チェックとか入れてもらって、あ、すみません、間違えた。ここ、セーブ&クローズってやると、ここ、残りの、例えば1000品今出品、これまあ、1000品ぐらいしかないアカウントなんですけど、残りの1000品も一気にこれ、ここでクローズできるんですよ。一気に一括変更になるんですよ、ここで。実は、セーブ&クローズを押すと。だから例えば、ここで、まあ、イタリアを、まあ、除外国にしましたと。で、これを押すと、一括で全ての商品が、除外国になるので、なんか外したい国とかがあれば、全然外してもいいと思いますね。まあ、外し方、さっき言ったように、このクリエイトなんとかリストっていうところから、まあ、こんな感じで、国いっぱい出てくるので、こんな感じで外していくって形ですかね。そうっすね。そんな感じですね。まあ、ぜひですね、やった方がいいと思うので、ぜひやってみてください。で、またですね、なんか郵送とかに関しても、僕はプロではないんですけど、何か情報を共有できることとかがあればですね、YouTube でどんどん発信していきたいと思いますので、まあ、この危機、まあ、コロナってまあ本当にウイルス、これ超危険っていうか、危機ですよ、本当に。僕ももうだいぶ下がったんで、まあ、しょうがないですよね、それは。まあ、どうにかこの危機を乗り越えて、まあ、あとは手洗いうがいをちゃんとして、要は結局手からあるし、僕も言いましたんですけど、まあ、そんな感じですね。じゃあ、ありがとうございます。